イオン横浜新吉田ショッピングセンターは、神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目に、ある、イオンリテール株式会社開発、運営のショッピングセンターである。イオン横浜新吉田店と旧の専門店で、構成されている。2004年5月21日、横浜市営地下鉄ブルーライン新和駅にほど近い。 横浜市港北区新吉田東にマックスバリュー横浜、新吉田店とイオンキッズ共和国横浜、新吉田店を各店舗としてオープンした。マックスバリューと子供服、ベビー用品専門店のイオンキッズ共和国はいずれも横浜市初進出となった。また、これまでイオンキッズ共和国はジャスコの中のテナントとして展開されていたが、当 SC 内には 初の単独店舗として開業した。2009年6月19日に4キッズ共和国はジャスコへとリニューアルされたが、食品売り場は引き続きマックスバリューとして運営していたため、ジャスコとマックスバリューが同居する状態となっていたが、2009年8月22日から食品売り場もジャスコにリニューアルされた。2011年3月1日、 イオンリテールとマイカルの合併に伴い、店舗ブランドがイオンに統一されたため、ジャスコ横浜新吉田店からイオン横浜新吉田店へ店名が変更された。出店全店舗一覧は、専門店連絡先を参照。鉄道路線バス。ありがとうございます。